いやーとっても嬉しいですね。この結婚できない男。これがね、13年ぶりに復活するということなんですよ。私この続演が見たいなーと思いながら、実はですね、先週まで見てたんですよね。また再放送。うーん。だからやっぱりこれすごく面白いなーといろんな意味で思ってました。さあ、どんなニュースかと言いますと、こんな感じになってます。安倍博士、結婚できた13年ぶり。えーっと。 結婚できない男、令和で復活、嬉しいということで、えー、記事が出ておりますね。あの、実はね、前作のこの結婚できない男なんですけど、ラストシーンむっちゃくちゃ良かったんですよね。あの、ライバルというか、友人というか、あの、例のね、えー、ジョイさん、ジョイさんに最後、 ものすすごく感動的な告白をしますよね私あのセリフが結構好きでねあのー、まあ家に帰って話し相手がいるのもいいんじゃないかなと思い出したよっていうふうにね語る後で 僕はあなたが好きなんじゃないかなみたいなねちょっとどもりながら言うところがものすごくねリアリティがあってでだんだんだん表情が涙ぐめになっていくジョイさんがね本当に素直な二人ああいいなーと思いましたねでラストシーン同じ方向に帰っていくそのお二人を見てね、えー、結婚できない男がもしかしたらこのまんま結婚するのかなと思いながらいろんな二人の生活を思い描いてみたら今回の記事です13年後 未だに結婚してないいが続演でで出るととうことでねなかなか面白いじゃないかと思いましたちなみにですねお金田更新してるみたいなライバルの建築士がいましたけども残念ながら <laughs> あの役者さんタレントさんがですね えーといろんな事情で今タレントができなくなっちゃってますんで、えー、あの一番面白いやり取りですねあれが見れないのは残念ですよねお金田更新してるいやー見たかったなー <laughs> という感じでございましたさああと2019年の10月に放送ということなんで非常に面白いですねちなみに私も結婚できない男でした <laughs> 40歳になって初めて結婚しようかなと思う人が現れて そししてて歳ででででででおそまききなながががら結婚すすすするるこことができましたののののの余計ににねね安倍博士の偏屈な気持ちっていうのが私の胸に刺さるんですよ、ね、同じような思いで私もねひねくれてました素直な気持ちになれば本当はね私の場合は家庭を持ってみたいなとかね結婚してみたいなそんな人に出会ってみたいなと思ってたんですけども結婚なんてメリットないし男が損するばっかりじゃないかみたいなあこんな拒否反応をね こののドラマの安倍を真似てて持っていたんですけども素直なところはいやいや結婚でデメリットを得てもどんなに損することがあってもそれを超えるぐらい。 ね、愛する人に出会えるっていうのが男の幸せじゃないかな、みたいなね。そんな反面も持っておりました。皆さんはどう感じでしょうかいろんな結婚感あると思いますけども、私は今回このドラマがね、復活するってことは何よりも嬉しいなと思います。ある意味、あの、宇宙戦海馬との2202より嬉しいかもしれないですね。いやー、宇宙戦海馬とかな、やっぱり。山との方がいいな。<laughs> まあ、こう続けがたいですね、えー。46歳でございました。皆さんはどんな40代を送るでしょうかそれでは失礼します。